艦長、アムロ、聞こえるか？聞こえてるよ。サイドセブンに残ったガンダムのパーツは破壊しろ。どうしてです？まだ3機分ぐらいは。リオンに機密を渡すというのか？妙です。ムサイが交代しました。下がった。やり方はわかるか？わかるわけがないだろう。急に言われても。艦長、アムロ君の判断は的確だ。任せなさい。アムロ風実況、ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。今日はこの強化型ダブルゼータガンダムを、使ってみようと思います。レビュー動画ですね。まあみんなもね、やっぱり出たばっかりの機体はどう使ったらいいかわからないっていう、やっぱ最初はね、本当どう運用すればどの武器がいいのかとかあると思いますんで、今日はこの強化型ダブルゼータガンダムのキンズを使って、皆さんにね、強化型ダブルゼータガンダムの使い方っていうのを教えてあげようと思います。では、早速、ダブルゼータガンダムを当てようと思います。デラックわあはは当たっちゃった。違うじゃん。そうじゃないじゃん。違うじゃん。ちょっと、はい、では、ちょっとこの強化型ダブルゼータガンダムを準備いたしますので、しばしお待ちください。はい、お待たせしました。こちらが今回、運用する僕の強化型ダブルゼータガンダムです。武器はですね、とりあえずまあね、僕5年ほどガンをやらせてもらってるんで、大体どの武装が正しいかっていうのはすぐに判断できます。その5年のね、経験から来た武装を、今回はセットしてみました。まずはこちらですね。ダブルキャノン、これはまあ俗に言うゲロビですね。はい、ゲロビをまず最初に撃って、でその後にこの持ち替え時間がないこのダブルキャノンブラスト弾、こちら、ノーマルを採用させていただきました。このノーマルを、ぶち込む。もうこれだけで確殺ですね。もう大体のやつはこれで解けます。そしてそれでも、知らなかった場合はこちらダブルバルカン、信頼のバルカンを、真ん中にセットして、見ました。これもね、ノーマルです。基本的に、このダブル強化型ダブルゼータガンダムは、武器が非常に高火力だ、ですので、変にね、F とかを持たさずに全てノーマル、で、大丈夫ですね。はい、いやマジでこれ、特性はビームシューターに、ビームシューターが当たりましたので、このダブルキャノン照射型に、10%、乗りますので、威力が、13,114、なので1314プラスされることによって14,200ぐらい、14,300ちょっとぐらいかな。てなわけで今回は、ダブルゼータデッキで、大規模戦に参戦しようと思います。まあちょっとね、ゼータガンダムとかも入れたかったんですが、前回ダブルゼータとゼータガンダムとガン
ニューガンダムとって高コスを4機入れた動画が あるんですが、なんか上級者ぶって高コス4機使ってんじゃねえよカスって言われたんで、今回はこの初期ジムと、マラサイ、この銃撃界最強のビームライフルコンビを、入れて、大規模戦に参戦したいと思います。はい、では参戦します。はい、戦場は本日のフィールドはダカールとなっております。初見です、初見です、ダカール。あとバキバキのイカン部屋ですね。ちょっと最近結構やってるんですけど勝てないんですよね。なんかもう勝てなくて、こうやって3位とか5位とか取ってるんですけど、もう勝てんくて、ちょっともうそろそろしょ昇格したいんで、ちょっと本当本気出しちゃおうと思うわ。ちょっと本当ボコボコにしようと思うわ。こいつらマジでボコボコにするわ。ただこのフィールドちょっとわからないな。何がいいんだろう。 CZ とか、これバトルフィールドだよね。これバトルフィールドがあるってことは、ここも占領した方がいいのか。で AX 上は3つ拠点があるけど、多分2番はなんか上とか下とかあるんだろうな。これ何、うわ、水中機体が、なるほどな。これ CZ の場合は水中機体が必要みたいだな。ちょっとこれはわからん。とりあえず、今回はダブルゼータガンダムを、あ、ダブルゼータガンダムでもうキル取りまくろうと思うわ。マジでボコボコにするわ。ちょ、とりあえず B から出撃して、まあ Y を狙う方向で行こうと思います。まあ数十拠点はね、いかんどもに踏ましとけばいいわ。いかんどもにポイントあげるわ。数十拠点は本当勝ちたいんで、もう本当に勝てないよな。なんか何がいけないんでしょうかね。エテポンゲリハプティスダブルゼータガンダム出ます。シャキーンって言った今でね。これこのダブルゼータなんだけど、早くない？これフルアーマーダブルゼータと違って、その早いんだ。ちょっとだけね、さっき演習行かさせてもろたんやけども、早い、動きがね全然早いの。これうろろ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 、やばい、オーバーヒッター。あ、ちょっと待って、これ普通に拠点届くんじゃねこれ。え、いけ、あ、いける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 、おお、おお、すごい、ちょっと待って、やばい、どこ、これ拠点どっち、遅いこいつ、ちょ痛い、よし、これ以上好きにさせない、あとは頼みました。対象物は全て破壊する。あー、出れないのこっち。これ何これ、ちょっと次どうしたらいい、
とりあえず2番の数字拠点を。みんななんか2番狙ってるから、いや、あの、いいわ、あの数字拠点はマジいかんどもにやろう。あの、僕はね、僕いかんじゃないんで。ああ、やばいやばいやばいの来た、やばいの。うわー、くそー、もうフルアーマーダブルゼータ、ちょ、動き遅いわこいつ、動きが遅いくて。ちょ、一人来てるよ。よし、これ以上好きにさせない。しっかりね、しっかり防衛し、ゲージ様ついてんなこれ。やばい、下の拠点は渡すな。そこ渡したら C 殴り放題じゃないか。あ、ちょっとオーバーヒー、ちょっと今日オーバーヒー多いな。ちょっとブースト管理しっかり、ブースト管理しっかり。よし、ブースト管理しっかり、そこ、よし、ナイス、よし、次。ちょっと海から来てるよ、海一人抜けてるよ、ディフェンスしっかり。あ、向こう抜けてる、あ、でも2人当たってるな、2人当たってる、大丈夫だ、問題ない。とりあえずこっち来ちゃったけど、これ5番踏むか。よし、俺たち南組は、南組は、よし、南組の本気見せるぞ。当たんねえ、おまひした、やめて、うらぁ。この野郎、ユルさん、よし、さすがにそうだよな、さすがにいかんでも、それはやれるよな。正解がわかんないな、ちょっと正解がわかんないな。とりあえず、5番から出るのが正解だと思う。うん、ここは死守しような。 C 殴られてるんやけど、よし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 、ここは絶対に渡すな。南組、俺たち南組、うわ、くらえ！よし！いいぞ！よし！つえ！ああ！欲しがるな！耐えろ、そこは！耐えるんだ！ここでやられたらいつものエデボンゲと何らか変わんなかった。今日も一緒だった。2番、1人来てる。援護します。はい、これ以上好きにさせないが、今シンクロしてたな、シンクロ。よし、ファットアンクルを壊しに行くか。うわぁ、経験が勝る。
俺は5年後はガンをやってんだ。経験がお前を拒まさる。これ以上好きにさせない。帰ろう。頼みました。帰ろう。一時退避します。ちょっとディスコードがポコポコうるさいな。ディスコードアンインストールしようかな。ポコポコうるせえよ。今戦ってんだ。ポコポコうるせえよ。ちょっと待って、 C がもう囲まれてる。南組 C 拠点を守れ。直ちに急ぎで。よし。出てこなければ倒さなくて済んだのに。やばい。なんで C 拠点こんなに殴…C 拠点なんでこんな殴られんの、ここ。当たんない。全然当たんない。どこだよ俺。あ、じゃあ大型ミサイルで生きがってんだよ。大型ミサイルでキル取ったぐらいで生きがんだよな。そんなお手軽武器で。僕は絶対にミサイルなんかに頼ったりはしない。パラスアテネを使う時も大型ミサイルは外します。僕はミサイルなんかに頼った戦い方はしません。まあ、唯一あのミサイルを使うとしたら、その牽制の時、決してそれで敵を倒すとかそういうんじゃなくて、あの牽制するために使う。だからロックを完全にしない状態で撃ちます。僕はいかなる時も。ちょっとゲお結構ゲージまくり、ま一番を。よし、ロックオンされてる。ここ取りに来てもどうすんの、これ。上拠点もないぞ。よし、よくやった。まだいる。よし、まだいる。ちょっと待って、おばひ。おい、バルカンで俺に勝てると思うのか。うれ、なんじゃお前。クソ、我が軍の敗北です。撤退してください。なんで負けたんかなこれ。拠点かな。やっぱこのダカールはやっぱりその拠点を狙うべき戦場。まだ今はその MS 戦とかじゃなくて拠点を狙うべきなのか。1位の人はこれ2万5000とか殴ってるもんな。あ、やっぱジオンがやっぱりその水場からその水場の下拠点をめちゃくちゃ叩いてて、なおかつ上もきっちり落とされたので、まあ仕方ないですね。こればっかりは仕方ないですね。まあ個人評価は S なので、あの全然大丈夫です。
はい。ちょ、これさあ、これこのままさあ負け続けてたら俺さあもう総長とかになるんやないか。これガオン5年やってんだが、5年総長になったらこれさすがに笑えんって。それは本部からの報酬が支給されました。配達するコンテナを選んでください。これいらない、これいらないよな、これ。まあ、まあ、いいか。はい、てなわけで、今回は強化型ダブルゼータガンダム、元いフルアーマーダブルゼータガンダム Z の力を持ち、 MSダブルの Z を持ち、モビルスーツ、たちの、使い方、特にこっちですね。もうこれは正味、もうこれ強化型が出たんで、まあこれ強化型でも何でもないんで、これただの遅い機体なんで、もうこれはいらないかもしれません。これだけいたら十分補えます。早いし、こっちの方が早いし、動きやすいし、キル取りやすいし、うん。ちょっとこれは正味もう使わないと思う。これ初期ジム入れてる方がよっぽどいいかもしらん。これ入れるぐらいだったら。はいはい、てなわけで今回は強化型ダブルゼータガンダムの使い方講座でした。ご視聴ありがとうございました。